はい、青葉通り展コレクションミュージアムにやってきています。現在片山雅作品展開催しているんですけれども、ガラス細工、そして油絵、そして非常にこれ油絵といってもですね、柔らかく、そして可愛らしく、なんか心が癒される、そんな作品が40点ガラス細工とともに飾られています。中に入ってくるとね、本当にこうほんわか温かい空間に包まれる、そんな感じです。まずガラスの作品なんですけれどもね、色鮮やかでね、こうキラキラしていて、女性の方お部屋なんかにね飾られると非常に部屋が明るくなりますし、なんかちょっと落ち込んだことがあったとしてもね、家に帰ってくるとこう元気になれる、そんな作品かなと思います。そして油絵の方も非常に淡い感じで、今まで、僕が思っていた油絵のイメージとまた違っていますね。さあ、こうしてフレームに入っている、額に入っているこういう作品もあるんですが、フレームからドカッと飛び出したこういう作品もあります、ね、やはりモチーフ的にはお花とかね、鳥とか植物が多いということで、なんかこの植物のこう元気な勢いっていうのがすごく作品にも表れているのかなと思います。さあ、奥にも入ってくると、いや非常に元気になりますね。明るい作品が多いです。さあ、こちらもフレームから、はい、入らなかった作品ですけれども、また元気なお花で、まだまだこれからぐんぐんこう伸びていくような、そんな勢いを感じますね。さあ、今まで皆さんが見た油絵っていうのはイメージが変わったんじゃないでしょうかね。さあ、この片山雅さんの、作品展、6月の9日まで開催なんですけれども、片山雅先生が6月の9日、こちらの青葉通り展コレクションミュージアムの方にやってこられます。サイン会、ライブアートが午後1時から開催されますのでね、ぜひぜひこういう可愛らしい作品を手掛けられる先生にお会いしたいなという方は、青葉通り展コレクションミュージアム、こちらの方に遊びに来てください。